で、まあ、僕さっきも言ったように、まあ、日本とアメリカのハーフなんですけど、小さい時にあのアメリカ人の父親が亡くなってて、で親が僕が小学校低学年ぐらいで再婚したんですよ。だから僕親どっちも日本人なんですよ。だすげえややこしい感じで、だからあの本当になんか授業参観とかあるじゃないですか、周りがなどういうことみたいな、意味わかんないんだけどって感じになってて、でその父親があの寿司職人なんですよ。で僕あの実家が自動的に寿司屋になって、あの小学校6年生の時に実家の寿司屋を食べログで検索したんですよ。そしたらあの食べログに口コミってあるじゃないですか、あそこにやたらとこの寿司屋黒人の少年がうろついてるって勝った。あれずるいずるいなぁ、両親両親両親マジでマジで、あの本当近所にご飯行くともうどういうこと。で俺小学校の6年間ホームステイだと思ってたんですよ。その友達にいつ帰るのって言われた、ずっと。いや俺は日本だよずっと。いやアメリカ帰るんでしょ。悲しかったですね。よし、今あと2勝2敗じゃない。あ、そっかそっか、これカイさんたち我慢しないとやばいっすね。やばいっすね。で最後いけばいいのね。はい、もう最後今これで今ドローだ。ドロー、OKOK。 で最後ね、あの最後の1話終わりきるまで我慢したらカイさんたちの勝ち。よしよし、勝つぞ、マジ勝つぞ。最後はもうワンパンフルボックスタイルできます、本当に。想像したよね。そうそうそう、想像したよね。そうだ、想像するからいけないんだ。はい、なんかね、構成とか想像しちゃうから。そうそうそう、うん、よしよし、よし、じゃあ行きますね。無理になる。はい、じゃあ行きます。まあ、ちょっと待って、これはもう失礼よ。これはもう失礼よ。これはもうその笑わせようとして、ただ笑われてるやん。やばい、無理だってダメ、もう一回、ちょっと待ってください。大丈夫か、涙がやっめっちゃ…よし、はい、走っていいよ。繊維喪失しなの。どうしたどうしたどうした。もう、俺はリングに上がってこないってことでいいんじゃないかな。よし、ちょっとね、場所から正面だ、正面やばいから。マジでわかる、マジでわかる、マジでわかる。足閉じませんか、ちょっと。飲んちゃう、正面マジやばい。お願いします。まあ何回も言ったように、ここ日本とアメリカのハーフなんですけど、こうイメージで、まあ、ちょっと下ネタになるんですけど、僕のあそこってどんな感じだったんですか。どんな感じだったの、イメージで。まあよくその外国人の人ってなんか大きいイメージあるじゃないですか。で、まあ僕日本とアメリカのハーフじゃないですか。でよく言われるのが、外国人は大きいけど柔らかい、で日本人は小さいけど硬い。で俺ハーフじゃないですか、小さくて柔らかいっす。最強最強、小さくて柔らかいっす。いいとこ取り。俺一番これ神様恨んでます。そんなことある、こんな見た目アメリカ人なのに。小さくて柔らかいって。最高だな。俺はずるい、俺はずるいっすよ。開きましたよ最後。これもう俺の参照でしょ。やられたな。3勝2敗3勝2敗か2勝3敗で負けです。2勝3敗で、うん、もう二度と格闘やらない。やばい。この勢いのままドキュメンタリーいけそうだわ。いや本当にありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。これからもうアンドリーさんの顔見るだけで笑っちゃう。